あかりです。こんにちは。こんにちは。今日は友達と、ホテルにおります。はい、で、もうちょっとでクリスマスですね。ですね。サンタコース見せてあげたら。アマゾンです。ウォーリーみたいじゃない？これ確かにウォーリーを探せたら。ウォーリーかわいい。 We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. 英語歌いやつな。皆さんはクリスマス誰とお過ごしですか？私は彼氏と過ごしたいと思います。ちゃぶりっこじゃん。かわいいね。かわいい。100室あります。100室。はい、ということで今日は友達のみわちゃんに質問をしてもらおうと思います。お尻からいくのね。今日スタバじゃないから飲み物紹介したわ、うん、飲み物はバナナジュースです。今日はねスタバじゃないです。うん、珍しく。イエス。うん、まこれ何食うの？え、持ち上げて手で食えるの？うん、ケンタッキーのチキン食べるの初めてなんだけど。本当に？普通に手で持って。え、手でいいのこれ？手でいい、手でいい。そうそう、食べます。ケンタッキー食べるの初めて？うん。あらま。マジマジ。本当に、うん、クリスマスといえばじゃない？クリスマスといえばケーキやろ。うん、チキンだよ。チキンだよ、ね、ケンタッキーのチキンだよ。多分そういう人たくさんいると思う。コメントでみんなケンタッキーのチキンは定番なんですかね。そうそうそう。バケツのね、でっかいチキン。バケツ食べたことある？あるあるある。マジで？毎年クリスマスはケンタッキー。マジマジ。はい、1問目。年齢は23歳です。性別は女の子です。血液型は大型。何型っぽいって言われる？何型っぽい？大型だよね、うん、やべ、食べながら喋るとアンチ来る。口を見せるな的な。うん、うん、え、うちも骨食べてるかもしれん。大型ってよく言われます。はい。よく言われる第一印象は？性格悪そう。小さい頃どんな子供だった？正義感が強かった。チャームポイントは？目。似ていると言われる芸能人は？何だろうね。何人家族？うち、お姉ちゃん、妹、お母さん、お父さん、一緒に住んでるのおじいちゃん。一緒に住んでないわ、実家だわ。でも何人家族だから。6人。ペット飼ってる？飼ってる。名前は？シャルムとフィーユ。動物大好き？動物大好き。好きな動物は？トイプードル、犬。趣味は？趣味、うちの、うん、ジョジョタウン見ること。料理できる？できない。得意料理は？味噌汁。一人部屋？一人部屋。どんな部屋？床が白い部屋。癖は？ある癖。うちはっていう。うちはっていう。それ癖じゃないかな。どうなの？口癖？あ、口癖があったわ。癖？癖。癖は？唇舐めちゃう。うん。うん。口癖は？うちは。うちは。うちは。好きな食べ物は？肉。苦手な食べ物は？スイカ。好きな飲み物は？スタバ。好きなアーティストは？ JO1。好きな曲は？プロデュース101の、ヤング。ヤング。初めて買った CD は？初めて買った漫画は？覚えてない。好きな色は？黒。お小遣いもらってる？給料。好きな映画は？ヘルタースケルター。わかる。好きな季節は？春。喜怒哀楽激しい？激しい。涙もろい？涙もろい。友達といる時のポジションは？なんかいじられキャラとか。いじりキャラ。 SM？ S。 よく買うお店は？服を買うお店は？ゾゾタウン。暑がり寒がり？どっちもかな。ランド派シー派？シー。メールと電話どっちが好き？メール。電話できない。よく行くコンビニは？セブンイレブン。いい気分。うん。餅とお団子どっちが好き？みたらし団子。犬と猫どっちが好き？犬。携帯でよく使う機能は？ウーバーイーツ。これ、あかりちゃん好きな女性のタイプは？好きな女性のタイプ、ここにはね、素朴で飾ってない人とか。好きも嫌いもないね。好きなタイプ、基本好き。好き、うん、好きから入る、一応。好きな男性のタイプは？彼氏。そんな彼氏か、かもしれんだね。うん。苦手なタイプは？人間。うん。直感が苦手って思ったら。ああね、うん、直感でなんか、あ、うん、なんか空気感空気感が合わない人。うん、うん、ナンパの経験はある？したことある？ない。
初恋は何歳？どんな人？うん、本当だ。取れた。いつ帰って取っただろう。たくさんついてたかもしれない。使える？使える、使える、なんか。へえ。2人ぐらいいたわ。幼稚園とかね。2人いた。どんな人って言ってる？スポーツできる人。うん。今まで好きになった人数は？星の数ほどいる。好きな人のどんな仕草にグッとくる？仕草？うん。なんだろうこれ。みやちゃんは？もう顔がタイプだったらね。ね、なんでも性癖に。好きだったらね。なんでもね。なんでもエロく見えるよな。そっち？なんでもたまらんってなるよね。たまらんね。好きな人の仕草。素が見れた時だから。おならとかゲップとかすると、あ、好きってなる。寝顔とか。あ、寝顔いいね。いいね。寝顔いい。ね。短髪が好き？長髪が好き？短髪。いくつで結婚したい？25か26。付き合うなら年上か年下？ため？前までは年上が好きだったんですけど、結婚になっちゃった。前までは年上が好きだったけど、今は年下かもしんない。付き合ったら毎日連絡取りたい？取らなきゃ無理。S が好き？ M が好き？ M。どんなデートがしたい？家でウーバーイーツ食べる。勉強マシン好き？大好き。挑戦してみたい髪型は？あ、センター分けのロング。好きなファッションは？モード系。よくメールとか電話する？メールはする、電話は無理。運動神経いい？普通、ほんと平均って感じ。好きなスポーツは？好きなスポーツない。苦手なスポーツは？苦手なスポーツ。でも球技大会めちゃめちゃ出てたイメージが、そうだね、学校の体育祭。シャシャリ出るけどできない。シャシャリ出るから何でも、やるけどそんなに言うてできないみたいな。そうだった。うん。水泳はできる？泳げるよ。写真は好き？写真嫌い。好きな花は？レンの花。視力はいい？視力いいです。地元はどんなとこ？田んぼ。好きなお祭り屋台ベスト3？第3位チョコバナナ、第2位たこ焼き、第1位はたい焼き。たい焼きってある？マックでよく頼むものは？アップルパイ。今まで怖かった出来事ベスト3？第3位は小さい頃に最寄りの駅から変な人が追いかけてきた時。怖っ。やばいね。やばいよね。やばいやばい。第2位は恋人のことが好きすぎてメンヘラになった自分が怖い。あれはね、メンヘラになる自分が怖い毎回。まあ好きがゆえにっていう、好きがゆえに発狂しちゃうから。すごいよね。壮絶な戦いを繰り広げるから、その自分が怖いかな。第1位はネットの悪口。すごいよね。心に残る嬉しかった出来事、なんかあれじゃない？誕生日とか、友達が祝ってくれたかとか。毎年、誰かしら祝ってくれること。ありがたいよね。うん。一番緊張した出来事は？プレゼンとかかな。うん、学校の授業とかのプレゼンは緊張するね。無理。何歳が一番楽しかった？17、18くらいかな。高校生。高校生。やっぱ高校生は世界がね、自分たちのために回ってると思ってるから。確かにね、若かったね。うん。好きな丼物は？サーモンいくら丼。これまでの人生を振り返ってどう？良かったのではないでしょうか。修羅場って経験したことある？修羅場経験したことあるんじゃないかな。1年の行事の中で何が一番好き？あんまり行事に興味ないんですよ。わかるね。ハロウィンとか全然やんないし。ハロウィン全然興味ない。ないよね。あと花見とか。花見も興味ないな。プールも行かないでしょ。プールも行かないな。何してんだろうし。ねえ、まあ、基本ね。なんだっけ質問。ですね、1年間の中で一番好きな行事。行事、毎日が行事。はい、次行きます。はい、次行きます。好きな柄は？なんだろうね、無地。イメージあるわ。無地。よく相談される？する？相談される。1日の睡眠時間は？5から8。出かけるときいつも持ち歩くものは？携帯、財布、メイク直しかな。頭はいい？頭悪い。寝相はいい？寝相綺麗。嬉しいと感じるときはどんなとき？チャンネル登録者数伸びたとき。素直ですね。手先は器用ですか？手先器用。
何ラーメンが好き？豚骨ラーメン。自分を色に例えるなら？黒。身長はいくつ？160センチ。好きなおにぎりの具は？ツナマヨネーズ。怖い話とか好き？大好き。よく見るテレビ番組は？見ない。ピアスはしてる？ピアスしてる。髪の毛染めてる？染めてる。好きな芸能人は？ガーシュリレン。どんなカバンが好き？黒色。今までどんなペット飼ってた？トイプ、ハムスター、セミ。今の自分に一言。今の自分に一言。うん。お腹いっぱい。お疲れ様でした。終わったー終わりました。あんま内容ないよね。内容ないやつだよね。以上でーす。終わり。終わり。カツケンタッキー美味しかった？美味しいけど、ちょっと冷めてるから。本当だ。うん。メリークリスマス。メリークリスマス。クリスマスをお過ごしください。はい。じゃあねー、バイバーイ。バイバーイ。